気象庁は会見で今後1週間程度特に今後23日は今回と同じ最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけましたまた揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険が高まっているため今後の地震や雨に注意してほしいとしています能登地方やその周辺の地域では3年以上前から地震活動が活発で 気象庁は今回の地震も一連の活動の一つと見ています。一方、長谷知事は今日総理官邸などを訪れる予定だったため、今朝の地震発生当時は東京に、急遽石川に戻り、正午前からの災害対策本部委員会議に臨みました。今回の場合には総理官邸の御礼に行くためであったという事情はまずご理解ください。 そして今回の地震では、元日の地震で被災していた家屋が倒壊しましたが。公費解体、また自費解体も含めてです、ね、速やかに手続き、またこれはコンサルが入って設計もしなければなりません、しばらくは避難所が開設されれば、そちらに身を寄せていただきたいと思います。 奥のどの自治体のうち、珠洲市では3月下旬ごろから公費解体の申し込みが始まりましたが、3559棟の申し込みに対し、いまだ46棟しか解体が済んでいないと言います。向こうやってふる、傾きずし崩れる可能性あるでしょ。う。まあ鉄橋だかね、ちゃんとしないといつなんと 道にね、く県では公費解体については迅速に進めたいとしていますがなかなか進まず倒壊のリスクと隣り合わせの住民たちからは一刻も早い解体を求める声が強まっています。